ね、もう一回また1時間50分かけてさ、戻るわけよ、高千穂に。<laughs> もうね、ここ、行く前、マジで私は心臓が止まらなかった。ドキドキ、ドキドキしてて。で、ここも、ここが私の原点の場所、もう一つだから、やっぱりこうなるわけですよね。うん。こういう光が、とか、あのー、その自分のね、 なんだろうね景色が見れるというかなんというか歓迎してくださっているんだなっていうのが本当にわかるところでしたはいそしてえっと高千穂峡、うん、行ってきましたもうさこの岩すごくない なんか噴火したものがやっぱりこうやって岩となっているみたいなんだけど、なんかもう岩一つ一つも本当にね、私は感動。一体どことどこがこうやってくっついてこんな形になったんだとか、なんか見る場所によってはやっぱり竜人の形をしているところもあるし、なんかただ岩だなって歩いてんのは本当にもったいないって思う。<laughs> なんかそういうのを見つけるからより楽しくなるし、うん。 これは見て見て。レいさん見てよこれ。小野ころ島。覚えてる私はあの時に、えっ、ー、と、なんだっけ、あそこ。あ、淡路島に行ったから初めて小野ころ島っていうのを知ったんだよ。ね。そうそうそう。それがさ、あここにもあるみたいな感じだったんですよね。これがね、高千穂郷。 神社から真っ直ぐのとこですよそう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 。でそこに行ってで私はさもうさ行きたいところがとにかくいっぱいあるわけじゃないですか。でここでボートがやってくれてたらここボートに乗るとこの下行けるんだけど。あの ね、いけるんだけど、ボートがさ、あのー、やってたらさ、私のタイムロスになるわけよ。タイムロスなんか、そしたらボートがいつもなんか点検中でやってなかったらもう超ラッキーで。<laughs> そう。で、なんか、そのまんま天の岩戸に行くことができたんだけど、あ、ほらほら、覚えてますよって。で、そうもうほんと全てのつながりを感じますよね、とか言って。いや、もうそ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 う。 本当そうなんだよ。で、こう岩とかすごいでしょ、ほんま。ほら、本んとにね、ほんとにね、すごいとしか言いようがないんだけど、でえー、とそのまんま、その昨日のおばちゃんが案内をしてくれたっていうか、言ってくれたから、初大竜王水神っていうところに、ちゃんと導き、 かれて、で、その、天の岩戸神社の脇にあるんですよ。脇にあるの。そう。で、そこに行ってきたんですよね。で、ここに着いてさ、道ありて、道を行き、道なくとも道を開きて、道を歩めよ。もう、まさにですね、って言って。 いうところとかでさ、感動させてもらったり。で、あと、ここに井戸があるんですけど、右下のところに。そこでちょっとね、お水に触れさせてもらったりとか。この後、社殿の裏とかもね、素晴らしいところでしたよ。そこはもう撮影禁止だったから。触れなかったですけれども、あの、本当に自然がすごい。素晴らしい。こうやってだって斜めだよ。木立ってんのとかも。 っていうね、もう一個一個にただただひたすら感動するっていう。で、これがまた、あの、岩戸神社の反対側の、ここの天の岩戸。だから前日、ここから抜けて、あの鳥居をくぐって、元伊勢に行ったんだなっていうね、流れがあったんだなっていうのを感じました。うん。はい。 もう全然3年前にさ、そう、行った感覚とはもう全然違うんですよ。そう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 。そう、おばちゃんの一言からね、キャッチするアンテナ、もう本当にこういうのがね、めちゃくちゃ大事。なんか、本当に看板一つとか、うんと、例えばその時一瞬聞いた曲とかの歌詞とか、 もうほんとね、なんか全部の、ほんと書いてくれてるけどさ、すべてのつながりを感じるって、ほんとこういうことだなって思うんですよ。で、このね、私、あと、もう自分が絶対行きたいと思ってたところがここなんですね。あの、八大竜王、神竜八大竜王神社っていうところなんですけど、こっからね、あの、またね、ちょっとね、行くんですよ。 こうさっき八大竜王水神ってとこだったじゃん。で、こっから多分1時間かかんなかったと思う。いや、かかったかな。結構移動したんですよね。で、ここだってその菊池市っていうところにあるんだけど、ここの菊池市からさ、菊池市の方は超優しいから私に注文くれたりとかして、もうほんとさ、なんか、 でここに行く直前にまた注文くれてありがとうみたいな。もうあなたの地に行くんですみたいな。いや、会いましょうとかそういうのはないよ。そう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 ,そう。だけど、なんかそういうのが、あの、なんつうの、ご縁をさ、やっぱりここに行くべきなんだっていう場所を感じたりとかすることとかもそうだし、ねありがたいんですよ、本当そしてここの竹やぶのね、 ところを、えっ、ー、と、またひたすら通っていって、下に着いたら、もうね、ほんとにね、ちょっと暗くなるからね、早く行かないとって思ってたんだけど、ここに行かしてもらって、この裏のね、ご神木とかにも触れさせてもらって、お線香とかがあるから、こう、焚いたりとかさ、する。もうほんとにね、ただ単に、ここは、 私がずっっと行きたかったかか場所ななんです2年前ぐらいそそそそう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 だから知っててもさなんか行けないとか知っててもなんか動きが止まってるとかっていうのはもちろんタイミングじゃないだろうしでももう行ける時はパン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 って行けるし逆に行けないって理由をつけてんのも自分だからとすごいよねこういうのとかもさ。 これでパンって撮った写真一つが、やっぱりこう、なんていうの。パンって撮った、本当に一瞬でどんなメッセージを受け取るかなんだよね。怒ってる顔してるかな、喜んでる顔してくれてるかなとか、いいんだよ、自己解釈で。って思うの。これなんかもう思いっきりこう流れがあるわけじゃないですか。っていうのとかね、あるんですよ。 そして、あのー、なんか私は、このさ、この、本当そう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 。本当にね、このアンテナを研ぎ澄ませていくっていうのは、いいの。もう誰にも迷惑かけないから。<laughs> 私こうやって解釈したんだ。で、全然いいから。そう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 。で、それを、なんか人に強制するとおかしくなるけど、なんか、いいじゃん。 違っていいじゃんみたいな感じなんですよ。うん。私こう思ったんだけど、分かってよみたいに言うとおかしくなるからさ。あの、ハッピー野郎はハッピー野郎だしで、ね、え、マ、ま、ジそんなこと考えたんだみたいな感じでやってたら本当幸せになれるから。うん。それでいいんですよ。そして、あのー、この日の夜に私は、えっ、ー、と、そのまんま、 福岡にいたんですね、ここ熊本から福岡にまた、あ、2時間近くかけて移動したんですけれどもその時にですねえっ、ー、とね福岡といえば福岡といえばみんな食べ物何ちょっと食べ物好きでしょみんな福岡といえばこれちょっと一回消そう福岡といえばみんな食べ物何もつ鍋水炊きなんかいろいろな何何あるかな出てくるかな 食べようの大好きなさ、F フさんはさ、もうさ、抜けちゃったからさ。あ、明太子そうだね、明太子そうだね、明太子うん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 いいね、いいね。あ、とんこつラーメン確かに、確かに、確かに、そうだ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 、ラーメン、そうだ。そう,そう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 。あるよね、あるよね。いいよ、いいよ。福岡といえば。うん。いいよ、いいよ。 そう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 。で、えっ、ー、とですね、私は福岡といえば、イカなんですよ。イキイカ。もう本当に、あのー、私もうほん、あの、透明なあのイカが大好きで、本当めちゃくちゃ美味しいんですね。で、そのイカを食べたくて、で、そのイカと、あとごまサバがあるんですけど、ごまサバめっちゃ美味しいわけよ。そこが大好きなお店があって、で、そこに電話したら、 まさか、あの、今日は波が荒れててイカがつ釣れてませんって言われて、もうガーンじゃん。ガーンってなって。で、もうショックだから、そうそうそう,そう、なんかみんないっぱいえっ、ー、と、ショックだったから、じゃあ、なんか私が大好きな、また、えっ、ー、と、そう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 、そそうそう,そう呼ぶ子のイカ。そう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 。で、あの、<laughs> なんだっけえっ、ー、と、そうそうそう。で、あの、水炊き屋があるんですよ。私の大好きな。でもそこは予約取れないのは知ってんの。もうなんか、ほんと下手したら半年前じゃないと予約取れないよって言われてるから、なんか、うん、いけるかなって思って電話したけど、やっぱりダメだったの。で、だけど私はもう、もう諦めない。絶対諦めない。で、もうイカはその日食べない。食べれないっていうのは分かった。で、だけども、じゃあ、 食食べべたたいいプラス水滝が食べたいもうインターネットさまさまですよそこで探したお店がですねもうね本当にここもう大ヒット見てこれこれね見えるここのさあのもうホームページからしてこのえっ、ー、とロゴお店のロゴ が、私は八万宮に見えたわけですよ。で、もうそこに感動したら、あの、もう絶対ここに行くってなったんですよね。で、この八、もう、ここにもう感動してるからさ、ここに行って、実際行ってみたんですよ。ね、そしたらごまさばもめちゃくちゃ美味しいし、鶏手も美味しいし、水炊きも美味しいし、もう味も全てが最高だったんですけど、 えっとですね、ここにいたお兄さんが最高すぎた。もう私、後でこのアーカイブの URL 下に貼っときますから、ホームページから見ても感動、店の中も見て感動、なんならお兄さんの接客も感動、味も美味しい、もう全部がパーフェクトだったんですよ。でも私はもう感動しすぎたから、そのなんかロゴとかに、あの、ロゴが素晴らしいと思って、なんか惹かれるようにしてここに来たんですよって言ったら、店の中全部案内してくれて、 もう本当にね、あの、俺の城見てじゃないけど、なんていうの、こだわりを細部まで見せてくれたんですね。こんなとこにもこだわってるんだっていう、なんかなその内装とかも、本当おしゃれなんですよ。そう,そう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 。そうなんですよ。あのね、生のサバが食べれるところだから、えっ、ー、と、そのこだわりもやっぱすごいし。で、 そこで食べて、で、そのお兄さんが言ってくれたおかげで翌日の場所がまた決まったんです。その会話があったから翌日の場所が決まったんですよ。私たちはなんかこの日糸島に行くっていうのが決まってて、で、えー、っとですね、本当本当にすごくない登り竜もさ、もう行きから本当にすごかったんですけど、 このね、糸島のなんか、えっ、ー、と、インスタ映え、本当はもう一個さ、ブランコのところ行きたかったんだけど、あの、もうそんなのもね、スルーしてしまうぐらい、なんかこう、あ、こう、岩のね、縦石わって言って上に登ったりとかもしたんですよ。そう。あ、これもね、20分ぐらいは登る。体力がある人は行ってください。すっごいいいですよ、こうやって上から絶景見るのも。 ここの岩だけでも、岩のこう山登るのだけでも、あのー、めちゃくちゃおすすめです。一日かけて登ったらいいんじゃないかなって思う。そう。で、なんかそこからいろ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 移動して、結局、えっ、ー、と、ま、いろんなとこ行ったんだよ。その後もいろんなとこ行ったんだけども、そのお兄さんが教えてくれたのが、 うんと、宮地岳神社。みんな知ってますここ。嵐の CM、JAL の CM で、ここから、ここの参道のところから、一本に夕日が見えるの。これすごいよね。締め縄も超立派だったんでね。 あ、ちょっと待ってよ。そう。ここ、ここの奥に、えっ、ー、と、夕日がちょうど沈むんだよって言って。で、この夕日が、えっ、ー、と、沈む、この山道の奥に、こう、ちょうど夕日が沈む日が、ちょうどこの日こ、この日と2月だったんですよ。そんな時にさ、たまたま行けてんだよ。もうびっくりじゃん、もうその時点で。で、 この自分たちの中で、こう、プランになかったところを、そのお兄さんが教えてくれたから、じゃあ私たちはそこに行こうってなって、整理券配るのを待ったりとかもするんだけど、だけど、そのお兄さんがいてくれたから、 ここにさ、行くことがもちろんできたし、この場所を知ることができたし、その途中にあったもう一人の方も、宮寺岳神社いいですよって教えてくれたから、こんなにみんなが言うんだったら行こうよ、みたいな感じになって、行ったの。これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか本当本当に綺麗だったんだよ。そう。で、なんか下に雲があったから、すべてを見ることはできなかった。 あのちゃんと沈むところはね見えなかったけどでもさもうなんか本当にこのタイミングに出くわすことができたことがやっぱり幸せだしあの本当にねなんか人との出会いとご縁とそう素直に話を聞き入れることと何も聞き逃さないことっていうかそれがメッセージだって受け取れる。 自分であることと、なんかもうとにかく制限をなくす。なくして動いていったら、すべてが完璧だったんですよ。で、これちょっとなんかもう私も忘れちゃったけど、行った初日が水星逆行の終了、巡行になった日。二日目が木星の、なんかどっちがどっちだか忘れちゃったんだけどさ、逆行が巡行になった日。で、三日目が、えっ、ー、と、満月の前日 とかだったんだよね。で、その満月の前日で今回の満月が再スタートっていう意味だったんですよ。もうまさにさ、すべてをリセットする旅だった。もうなんか、本当になんかこの今のノウハウなんて、もう帰る前に、ここの宮崎神社で、えっ、ー、と、並んでる最中にこんな時なんだよ、今日って、みたいなのをたまたま調べてたから知っただけで。 っていうようなね、感じだったんですよ。はい。